神崎市のふるさと納税をめぐる市長逮捕を受け、市は来年度の当初予算について、必要最小限の経費のみを計上する骨格予算にすると発表しました。今年度の予算につきましては、ですね、骨格の予算編成ということで、編成を組み直しまして、今回、2月の定例議会に提出予定としておりますので。 きょうは神埼市の平方敏郎副市長が会見を開きあさってからの定例議会に提出する来年度の当初予算案などについて説明しましたふるさと納税事業をめぐる関西談合事件での内川修司市長の逮捕を受けもともと予定していた旧本庁舎跡地の整備事業や議会へのタブレット導入費など額にしておよそ13億円を